今回も今悩んでいるあなたの判断材料になるような情報を真摯にお伝えする大石解説です。さて、国はですね、3回目のワクチン接種に向けて動き始めました。年内は医療従事者の方、年明けは高齢者の方ということなんですが、ちょっと待ってください。まだワクチンを打ってない方もいらっしゃいます。さらに自分はワクチンを打ったんだけども子供に打たせていいのか悩んでいる方もたくさんいるわけなんですね。特にこれ10代、ね、下は小学生、上は大学生、もう社会に出て働いている人もいますよね。体の発達具合、成長具合、これが全然違うので判断が本当難しいという方多いんです。では今日確認していきましょう。まずは国のスタンスから見ていきます。厚生労働省、12歳以上の接種を推進しています。副反応はゼロではないことを理解してくださいと、私電話で取材した時にこのように語っておりました。ではどのぐらい実際副反応が出ているのか、三重県内の子どもクリニックでおよそ380人の子どもたちに2回ワクチン接種をした院長に話を聞きました。発熱の副反応が出た方が10人、そのうち40度を超えた方が1人だったそうです。40度の、ね、熱が出たお子さん大変だったと思いますけども、副反応の頻度でいうとそこまで出てないのかなという、このクリニックではそこまで出ていないのかなという印象を私は持ちました。さあ、日本小児科学会、感染重症化予防のためにも接種に意義はあると語っています。ちなみに子供が、10代が重症化する例というのはほとんどありません。ただ10代でお一人死亡例が出ました。この方は基礎疾患があって複数の重症化リスクを抱えていたということなんですね。肥満だったという話も私は取材の中で聞きました。慎重な方、名古屋大学の小島誠二名誉教授です。この方はワクチンと血液の関係性について研究しているんですが、小島教授はですね、慎重に考えるべきだと言っているんですね。今回のメッセンジャー RNA ワクチンというのは、このワクチン自体が免疫を増強する力が非常に強いんだと。で、自分の体の臓器に関する抗体もおそらく作る力が強いんではないかと。で、すでにですね、日本の副反応報告では自己免疫疾患と思われる病気が報告されている。もっと将来的に、例えば甲状腺に対する影響とか、腎臓、肝臓に対する影響など、まあ5年後、10年後、何が起こるかわからないので、もっとしっかり見ていく必要があるということで慎重なご意見なんですね。アメリカでは心筋炎を起こすケースも報告されている。心筋炎というのは心臓の筋肉が炎症を起こして不整脈だったり、心不全を起こしたりするという病なんですけども、これは日本でも特に10代は多く報告されていますということはですね、前回でもお伝えした通りです。では海外の例見てみましょう。10代へのワクチン接種推進派、日本はこちらに入りますよね。アメリカは12歳以上の接種を義務化しています。中国に至っては3歳以上への接種を認めている。年齢ここまで下がっているんですね。一方で慎重派です。ドイツはこれもともと10代へのワクチンについては必要ないと当初はしていたんですが、デルタ株の登場で10代への接種やむなしと方針をこれ変えたんですね。で、イギリスもこれ当初は接種に否定的だったんですけども、学校閉鎖の恐れがあるということで1回接種のみを推奨しているんですね。スウェーデンは基礎疾患のある方、ノルウェーは1回接種を認めているということなんですね。まあこのあたり海外の国々によっても対応が異なる。そして同じ国、その国内でも対応が変わったりしている。いかに10代へのワクチン接種というのが難しいかというのがね、この国の対応を見てもわかりますよね。さあ、この10代、子供へのワクチン接種なんですけども、これお子さんの体の事情、アレルギーとか基礎疾患あるない、これでも違いますし、ご家庭の環境、ご家族にね、基礎疾患ある方ない方、もしくは高齢者の方がいるいない、これでも変わってくると思います。私一番大切だと思うのは、とにかく正しい情報を集めて家族で議論する、そして
お子さんの意見も尊重してほしいなというふうに思います。で、この悩むプロセス、この悩むプロセスが一番大事なのかなというふうに私は思っています。